アドバイザリーボードでは新型コロナで重い後遺症が続くことを示す国の調査結果の中間報告が初めて発表されました。調査は比較的重い症状だった患者512人を対象に行われました。退院から3ヶ月後、半数以上の 54% の肺には影や炎症性の変化が見られました。重症患者の多くは筋力の低下や息苦しさなどの後遺症があったということです。一方、今回の報告にはない後遺症に苦しむ患者もいます。急に体調が悪くなって辛い時は本当にね、1週間ぐらい起きることができなくて、重いというかもう動かないんですよね。男性は回復後も激しい疲労感や睡眠障害に苦しみ、半年後には MECFS という診断を受けました。山村隆医師は同じような症状の患者を30人ほど見ていると話し、後遺症の疑いがあると指摘しています。厚労省は病気自体の特性がまだ明らかでないとし、引き続き調査を進めることにしています。